木豊氏、藤波はサイドスロー転向。高木豊氏の YouTube チャンネルにて、藤波慎太郎について語る。藤波はおかしくなってから8年経つ。もう割とあらゆることをやったはず。残された道は一つだけ。サイドスロー転向とのことだ。ワセイランディ・ジョンソンや。まあやってみて、損はないような現状でも首レベルやし。藤波よ、ランディ・ジョンソンになれ。大谷だって、年々肘の位置下がってきてるしな。マジで引退見えてるよな。似たような投手のコーディエも159投げれて、まだ30ちょいだったけど引退したし。コーディエはストレートすら通用しなくて、自信なくしたからな。藤波は、ストレートに絶対的な自信があるからまだまだよ。戦力外、間際の選手が苦肉の策で、変則フォーム挑戦することあるけど、成功したパターンあったんかな。小林正人。今のままで良くなる可能性がないのだけはわかる。ただでさえ抜けるのに、サイドにしたら右打席に立つ奴いなくなりそう。絶対やらなさそう。中継ぎ転向でさえ、このままだと壊れてしまうと、恐怖に苛まれるんだぞ。ピッチングスタイルを根本から変えるとなったら、自分が自分でなくなると自我崩壊するんじゃね。まだワンチャンある。イップスと認めて治療する本人頑固だから、イップスと認めないけど。スライダーをしてるやろ。絶対やらないと思うけど、もう、打者転向して、がむしゃらにやるしかないんちゃうか。最初の3年がおかしかっただけで。ヤブにも再度言われたことあったな。巨人の名前上がってるけど、そんなすごい、改造できるなら、既存の投手陣整備してるやろ。巨人はメンタル面を改善できる、可能性があるからわからん。中田を超え再生したし。持ってるものは、すごいだけになんとかやってほしいな。